はい、こんにちは、レトスノーノです。今回なんですけども、宅建業法の宅地の定義について解説いたします。この内容非常に重要です。もうストレートに宅地の定義について問う問題もあるんですけれども、宅建業法の免許が必要かどうか、まあ、宅建業法の免許の要否と呼ばれるところなんですけども、そこにも関連してくる内容なんですね。なのでこの宅地の定義って非常に重要になってきます。なので、まあ、しっかり頭に入れていただければと思うんですけども、まず宅地ってどんなものを言うのか。これは宅建業法上の宅地です。他の法律にも宅地の定義があるんですけども、それとは違うんですね。例えば宅地造成等規制法っていう法律があります。これは法令上の制限の部分で勉強するんですけども、その宅地造成等規制法の宅地と宅建業法の宅地では内容が違うんですね。まあ、どういったものを宅地というのかというと、これは法律によって違うんですよ。なので今回は宅建業法上の宅地の定義です。宅地ってどんなものなのかをお伝えします。2つあります。2つ、どちらか一方でも満たしたらその土地っていうのは宅地になりますよってことです。どっちか一方満たしたら宅地に当たります。まず1つ目、建物の敷地に供される土地。まず何々に供される、これがですね、何のことかわからないと、何を言ってんのかわからないという方意外と多いと思うんですね。これ言い換えると何々として利用されるっていう意味です。つまり建物の敷地として利用される土地のことを言うんですね。これは宅地に当たります。つまり例えば建物の、下にある土地ですね、これは宅地ですね。宅地で、続いて用途地域内の土地。この用途地域っていうのは、この法令上の制限の中の都市計画法っていう法律で勉強する内容なんですね。なのでまだその、法令上の制限の都市計画法を勉強していない方はもう分からなくて大丈夫です。とりあえず用途地域内っていう地域があるんだと、まあ、そういった地域があって、そこの中の土地ですね、そこの中の土地は原則宅地に当たります。原則宅地に当たります。これつまり何が言いたいかっていうと、農地、用途地域内っていう地域があって、そこの中に農地がありました。この農地もこれは宅地に当たりますので、これ注意してくださいね。農地も宅地、これは建物の敷地になっていなかったとしても、農地っていうのは用途地域内にあればそれは宅地なので注意してください。例外として用途地域内の土地だけども宅地にならないものがあります。それは何かというと、現在の状況、現況っていうのは現在の状況です。現在の状況を見て、道路とか公園とか河川、広場、水路、こういったものについては用途地域内の土地であったとしてもそれは宅地じゃないですよと。つまりこれら以外についてはもう全て用途地域内の土地は宅地に当たります。ここまで OK でしょうか。この2つどちらか一方でも満たしたら宅地です。で、これを表にするともっと分かりやすいんですね。表にします。まず用途地域内の土地と用途地域外の土地にこう分けますね。上が用途地域内、下が用途地域外です。で、さらに建物の敷地、建物の敷地じゃないっていうふうに分けます。そうすると建物の敷地っていうのはここですよね。この、列っていうのかな、この列っていうのは1番に当たりますので、どっちも宅地ですね。建物の敷地として利用される土地だから、これはどっちも宅地、これは用途地域内、用途地域外問いません、宅地です。で、じゃあ建物の敷地じゃないところはどうかっていうと、まず用途地域内で建物の敷地じゃないものっていうのはどうなのかっていうと、これは原則宅地ですよね。これ原則宅地って言いましたよね。例外的に道路、公園、河川、広場、水路っていうのはこれは宅地じゃないです。だから例外はあります。でも原則宅地です。つまり先ほどの事例で出した農地ですね、農地っていうのは建物の敷地じゃないですよね。であったとしても用途地域内であればこれは宅地、原則に当たりますよって話です。じゃあここはどうか、用途地域外で建物の敷地じゃない部分、これイメージとしてはもうだいぶ田舎です。田舎で建物が建っていないような土地、ここについては宅地ではありません。
これは1番、2番、どっちも満たさないですよね。建物の敷地として利用されているかって言ったら、これ利用されていません。また、用途地域外なので、ここにも当たりません。だから、宅地じゃありませんよっていうことです。だから、この2つどちらかを満たしたら、宅地に当たって、どちらを満たさない場合は、宅地じゃないよって話です。それを表にしたら、こういった表になります。なんで、まあ、この表を覚えてもいいですし、この1番、2番、これをそれぞれ覚えていただいても、どちらでもいいです。私はですね、この下の表で覚えてますね。下の表をそのまま、もう絵として頭に入れて覚えてます。もうこれっていうのはもう覚えなきゃいけないんですね。理由とかはないんですよ。理由とかはありませんので、もうこれはそのまま覚えていただく。どちらか一方を覚えていただければ大丈夫です。なので、ぜひですね、何回か復習して覚えていただければと思います。そして弊社レトスでは個別指導を行っております。イメージしながら、具体例出しながら、また理解をしながら勉強する。そして宅建の一発合格を目指す。これが弊社の個別指導です。もちろん一度落ちた方も弊社の個別指導の受講さんにはいらっしゃいます。それであったとしても次の試験で合格していただく自信ありますので、もしあなたが次の試験で絶対合格したいというのであれば、一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひそちらからご確認ください。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。